東群郊材株式会社は、群馬県沢郡玉村町に本社を置く、一般鋼材の販売及び、加工、鉄骨工事など、建築工事施向、超重対策事業、太陽光発電を行う企業である。発祥地は、群馬県高崎市飯塚町。創業者、荒井聖氏が自宅敷地で個人創業した三条鋼材が前身である。鋼材販売部門では、 HK 校が販売された初期から在庫販売を開始した。当初は高崎市を拠点に事業を開始したが、群馬県東部が自動車産業を中心に発展すると考え、東軍工材を設立し、群馬県伊勢崎市に伊勢崎営業所及び倉庫を設置した。昭和60年代に入り、コラム加工や軽量傾向の一時加工を開始していたが、 平成元年に加工工場を建設し、本格的に、鉱材一時加工業に進出した。近年では、鉱材一時加工のみならず、鉄骨製作や工事志向なども行っている。高崎本店群馬県高崎市、海沢町1413の2本社、本社営業部群馬県沢郡玉村町と四百429の3本社第一第2、第3。 第4倉庫群馬県沢群玉村町と遺骨429の3本社加工工場群馬県沢群玉村町と遺骨429の3本社ヤード群馬県沢群玉村町と遺骨418の7伊勢崎在庫センター群馬県伊勢崎市東上宮町311玉村北工場群馬県沢群玉村町と遺骨122の 10木営業所栃木県栃木市編柳町3の8の28八栃木第1工場、栃木県栃木市編柳町3の8の28八栃木第2工場、栃木県栃木市編柳町4の7の4高崎祭り案内看板、うちは、バナー協賛プロ野球1軍公式戦、埼玉西武ライオンズ対千葉ロッテマリーンズラグアウト広告。ありがとうございます。